2020年にマイクロソフト社の取締役を辞任したビル・ゲイツ氏が、2021年5月に妻であるメリンダ・ゲイツ氏と離婚したと海外メディアが報道しました。ビル・ゲイツ氏とメリンダ・ゲイツ氏は、27年間の結婚生活にピリオドを打ちましたが、この離婚報道と同時にビル・ゲイツ氏がマイクロソフト社の取締役を辞任したのは、取締役会の総意であり、追放されたからだという報道もされています。しかも、その当時、ウォールストリート・ジャーナルの情報によると、取締役会はビル・ゲイツ氏の女性従業員との不倫疑惑を掴んでおり、調査を行っている中でビル・ゲイツ氏のマイクロソフト社追放の声が高まり、結果的に退任を促したそうです。しかし、ビル・ゲイツ氏は調査が完了し、取締役会がビル・ゲイツ氏の不適切な女性問題について決定を下す前に、辞任を発表したそうです。マイクロソフト社の創業者であるビル・ゲイツ氏は、2000年1月に最高経営責任者、CEO としての地位をバルマー社長に譲って退任した後、同社の会長職に就任しました。そして、会長職からも2014年には退きましたが、その後は技術担当アドバイザーとして役員となりました。2000年の CEO 退任後は慈善事業に力を入れていたビル・ゲイツ氏でしたが、2020年3月、取締役会からも辞任したことになっています。当時、この件は公式には、慈善事業により集中するため、と説明されましたが、海外メディアによりますと、実際にはビル・ゲイツ氏は取締役会から辞任を要求されていて、自身の意思ではなかったというものだそうです。ビル・ゲイツ氏の不適切な女性関係は複数の案件があり、一つは関係者によりますとマイクロソフトの女性エンジニアがゲイツ氏と何年にもわたって性的関係を持っていたという投書があったそうです。この告発を受けて取締役会メンバーらは、2019年末に法律事務所に調査を依頼したそうです。この問題の調査をしている過程で取締役の何名かは、ビル・ゲイツ氏がマイクロソフトの取締役にとどまるのは不適切であるという判断をしたそうです。この件に関して、ビル・ゲイツ氏の広報担当者は、約20年前に不倫関係があったが、友好的に別れており現在は問題ない、という見解を発表して、ビル・ゲイツ氏がこの不倫問題が原因で取締役会から辞任したという噂を完全否定しています。ビル・ゲイツ氏の取締役会からの退任の理由は、あくまで自身が興味を持っている慈善活動に時間を費やしたかったからだそうです。ビル・ゲイツ氏は、妻であるメリンダ・ゲイツ氏との離婚の理由について説明していません。一方の妻のメリンダ・ゲイツ氏は、ビル・ゲイツ氏と女性従業員との関係についての調査報告の出来に不満があること、そしてもう一つ問題があり、それはジェフリー・エプスタイン氏との関係について懸念していたという報道があります。ジェフリー・エプスタイン氏は未成年者への売春勧誘の罪で有罪判決を受けたことのある人物です。メリンダ・ゲイツ氏は夫が性犯罪者と関係があることに大変な不快感を表明していそうですが、当時、夫であったビル・ゲイツ氏はジェフリー・エプスタイン氏との付き合いをやめることはなかったそうです。2019年10月に二人の関係がマスコミに報道されると、メリンダ・ゲイツ氏の怒りは頂点に達して弁護士を雇って離婚手続きを開始したそうです。報道によると、ビル・ゲイツ氏は何年間にもわたって、理由をつけてジェフリー・エプスタイン氏と会い、関係者によるとその場には常に若く美しい女性が何人もいたという情報もあるそうです。しかし、真相はジェフリー・エプスタイン氏が逮捕された後、勾留中に死亡したため、闇の中に葬られてしまいました。死亡原因は自殺とされていますが、ジェフリー・エプスタイン氏は数多くの上流階級の人々と交流があり、その人物が売春斡旋容疑で勾留中に自殺というのは不自然だと指摘する関係者もいるそうです。ビル・ゲイツ氏の広報担当者によると、ゲイツ氏とジェフリー・エプスタイン氏が会っていた理由は慈善活動に関してだけだそうです。そしてビル・ゲイツ氏は、の交流のことを後悔していたそうです。またこれらの問題以外にも真偽は不明ではありますが、ビル・ゲイツ氏の女性関係に問題があったと証言する人たちがいます。一つは2006年にビル・ゲイツ氏は自分が会長を務めるマイクロソフト社の女性社員をメールで夕食に誘っていたという関係者の証言があります。誘われた若い女性社員は気まずさから何もなかったように振る舞ったそうです。また、もう一つ、ビル・ゲイツ氏は慈善事業のために設立されたゲイツ財団の出張でニューヨークを訪れた際にも、自身の財団の女性社員を同伴しており、
こっそりと彼女を夕食に誘ってアプローチしていたそうです。この時に誘われた女性社員も大変気まずい思いをして、その場は笑ってごまかしたそうです。このようなビル・ゲイツ氏の振る舞いは、妻であったメリンダ・ゲイツ氏が目指していた女性の権利拡大と反するものであることは明白でありました。メリンダ・ゲイツ氏はアメリカの女性の権利や影響力を推進する運動に対して10億ドルを投じる計画を持っていたそうで、その怒りの大きさは容易に想像できます。皆さんはこのことについてどう思いますか？コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。